の場所で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。うわ、よっしゃ。はい、じゃあ今朝ですね、永平寺に行ってきました。もう心が清まりましたね。非常にすごくいい場所でした。行ってよかったですね。じゃあこれからですね、僕の大学時代のアルバイトしていた時の後輩のかけるくんに少しだけ会って、まあそこからちょっとずつ滋賀の方に向かっていこうかなと思います。じゃあ待ち合わせ場所に行きましょう。でも撮ってるんか。かけるくんでーす。久しぶりです。とうちゃんでーす。そんな感じで。お箸もらいましたあ、コーヒーもいただきました。それで滋賀に向かっていきます。頑張ってね。頑張ってね。確かに。また服着てね。うん、そうだね。また行くね。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあですね、ここはもうちょっとで福井の敦賀市に着きそうなところですね。海の近くの道の駅で、結構雰囲気いいんですけど、すげえ寒いんすよね。しんどいなぁ。これで編集作業とかする気にもならないくらい結構寒いんですよ。いやー、寒さはもう結構大変ですね。暑いのよりはマシだと思ってたけど、寒いのも結構辛いですよ。じゃあ明日はですね、さっき会ってきたかけるくんがですね、敦賀の海鮮丼をすごく推していたので、結構比較的お安いお値段で、海鮮丼が食べれるらしいので、敦賀に行って海鮮丼を食べたいと思います。でまあ写真も撮りながら徐々に滋賀の方に向かっていきたいなと思います。じゃあ今日もすごくいい一日でした。ありがとうございました。おやすみなさーい。新しい季節はなぜか切ない日々で、変わらぬ道を自転車で走る君を追いかけた。思い出のレコードと
さなエピソードを疲れた肩にぶら下げてしかめつらまぶしそうに。はい、じゃあ敦賀の海鮮丼を食ってきました。うまかったっすね。結構いいやつ食べちゃったんで割とお値段はしましたけど、だいぶ満足いきました。まあこれで福井でやり残したことはないかな、うん、なんでこれでちょっとずつ滋賀の方に向かっていきたいと思います。じゃあ行きますか。あ、これが琵琶県の滋賀湖です。はい、ほんじゃあですね、まあいい感じに日も傾いてきたんで、せっかく琵琶湖があるんでね、今日は琵琶湖のほとりで車中泊しようかなと思います。今スーパーに行って夕飯の買い物もしてきたので、あとは寝る場所を探すだけっていう感じですね。じゃあまあ湖のすぐ横に車が停めれるような場所を探しに行きましょうか。はい、綺麗だね。良さげな駐車場を見つけるのにだいぶ時間がかかってしまいました。今日はここで泊まりたいと思います。何も見えない。しゃ、ご飯にしますか。今日はっすね、もやしを買ってきたのと、ウインナー買ってきたのかな。ウインナーと、で、ちょっと、ビール買っちゃった。ハートランドビール。僕なんかがこんなにおしゃれなビールを飲んでいいんでしょうか。まあ、自分で買ってきたんだけど。以上かな。これでお米を食べたいと思います。じゃあまず米を炊きます。無人島に1個持っていけるとしたら香味ペーストだね。それか焼きうどんだね。うん。あった。じゃあ今日のご飯完成でーす。もやし炒めとご飯と一緒にこのレトルトのビーフカレーも温めました。よっしゃー。よいしょ。こちらのハートランドビールをいただきましょう。うわー、いい匂い。乾杯。お疲れ様でした。今日は何もしてないけど、まあ写真も頑張りましたよ。ちょっとだけ。いただきます。おいしい。うまい。おいしいけどカレーいらん。カレーいらんかった。
ごちそうさまでした。うまかった。ということで、今日の出費と残金はこちら。はい。今日は海鮮丼とか食べたので結構出費がかさみましたけれども、明日からまた節約頑張っていきたいと思いまーす。ということで今日もすごくいい一日でした。ありがとうございました。おやすみなさーい。歩いて歩いてく歩いて歩いてく歩いて歩いて